激辛遠征シリーズ第2弾ということで、今回はですね、岐阜タンメン前一式店さんに来ております。こちらはですね、まあその店名の通りタンメンがあるということなんですけども、こちらですね、まあタンメンとは言いつつもね、この通常のまあ東京とかでこう食べれるようなこうタンメンとは違ってね、岐阜タンメンというのはね、主にね、ちょっと特徴としてはこう自分好みにトッピングができますよといった感じでね、豊富なトッピング類でまあ前タンメンが作れるということがちょっと特徴的な感じらしいです。まあちょっと細かいのはね、ちょっとブログで説明してますので、ぜひブログの方をチェックお願いします。ということで、ね、今回ねこの辛さレベルが調節できます、辛さを、全部で5段階、さらに5段階のうちにですね、そのデスカラというものをそこに加えることでさらに辛みを出せるということで、なんとこのデスカラ、過去に世界一辛い唐辛子をして登録された、ブートジョロキア、はい、を使っております。岐阜タンメンのデスカラ死にそう、はい、死にそうって多いですね。ちょっと相当やばそうですね。続いてデスカラがさらに辛くなったそう。前は2個入れて食べたのに、今回は1個でかなり辛かったです。デスカラなしの5辛が美味しく食べれる辛さかな。お腹が痛くなりそうなのでスープ買いはやめときましたということで、どうやら聞くとなんかデスカラを頼むと固形状のものがなんか多分追加されるそうで、多分それ、おそらくそれがちょっと辛いかなといった感じになります。まあちょっとね、辛いの苦手だなとか、そういうのちょっと心配な方は自分の辛さレベルに合わせて挑戦することをおすすめいたします。それでは行きましょう、レッツゴー。これが来たんですけど、これめちゃくちゃうまそうです。これ一応説明書きが書いてありますが、辛いタレの上にさらに激辛唐辛子をかけて別皿でお出ししますと大変危険ですので、少量ずつ召し上がってください。この粉がジョロキア、なるほど。いただきます。さあ、岐阜タンメンさんのデスカラ5からお手並み拝見です。真上からこんにちは。やばい。これがやばそうですよね。じゃあまずちょっとノーマルバージョンのスープからいただきましょうか。これは美味しい。好きだわ。ニンニク風味が効いておりますね。これはうまいわ。好きだ、これいいね。そしてじゃあこっちの赤いソースの方、こっち行きましょうか。いただきます。なんかジャンみたいな、これはちょっとピリ辛くらいですね。これは合いますね。この塩ベースにこのニンニクの香り、そしてこのピリッとくるこの感じの唐辛子を使ったこうジャンみたいな、これは美味しい。じゃあそしてちょっと問題のこのデスカラのちょっとデスソースみたいなちょっと香りがしますけど、これ入れてみましょう。匂いが取れそう、これちょっとひと飲みしましょう。これは強烈だ、これ辛いね、すごいよこれ。この薬味みたいなの入れたら一気に辛くなりましたね。麺をすすっていきましょう。いただきます。これはデスです、辛いです。デスカラ本当に強烈です。これは
以前に食べた生駒県の激辛タンメン、あれも塩ベースでブートジョルキアを使ってました。でもこれも同じ塩ベースのブートジョルキアなんで結構辛い、パンチ力ありません。しかしうまいな、このニンニク風味が効きます。こんなに辛いと思わなかった。これぞ激辛の刺し子。こんなに辛いと思わなかったぞ。もちろん美味しいです。ただこのデスカラを入れることで、覚悟を決めましょう。5辛は全然普通にうま辛いんですけど、デスカラはこれは半端ないぞ。もちろん美味しいんですけど、こんなに辛くなると思わなかった。最後までやりきりたいと思います。これやばい。いただきます。
様でした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。岐阜タンメンのですから5から辛さレベル 9.5。 辛い、マジで辛い。あの最初の5からの時点で全然辛くない、ちょっとピリ辛程度で本当に美味しいんですよ。ニンニク風味の効いた塩スープ、普通に美味しくて、あれ今日全然余裕じゃんと思って。だけどデスカラの薬味を入れたら本当に、もう兵器とかしました。兵器マジで危険です。これタンメンとしての、岐阜タンメンとしてのね、あの旨味は非常に美味しかったです。はい、ただね辛さが強烈すぎる。生駒県のようなあの破壊力があります。同じ塩スープでタンメンということで、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログも更新しますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。高田。